はい、じゃあ今日も来たコメントすべてに切れる生配信スタートしていくわー。今日はゲストチャッター日本海のにわかスポーツ討論バトル生配信でゴニョゴニョ言ってたやつをゲストチャッターに迎えスタートしていこうと思うけど、ニンジンちゃんの家さん2440円でノーコメント。やめろ出てけお前。ポンポンさん、宇治のライブチケット買ったんだけどどうしよう、来いや何のためのチケットだお前。ケツニさん、前高木さんと一緒に東京タワーにいます。いるわけねえだろお蔵入り動画かお前。高木さん2000円。宇治様、あのね高木は最近結婚紹介所さんに入会したんです。そこではネットで月に20人までアプローチできるので、早速20人にアプローチしてみました。そしたら全員に断られたみたいなんです。なんでだ、知らねえよ何が起きてんだお前。お前が本気だったらお前そのお見合いの訓練するか俺とYouTube でやりたけ DM してこい。モリモリさん2440円。東京挫折組の宇治さん、ピーナッツボムヘイさん、ダンボール煮詰めティーは飲まれない。何言ってんだずっと高木さん2000円。お見合いの訓練めっちゃ面白そうですね。ありがとうございます。やんのかよゲストチャッター本館のにわかスポーツさん2440円。宇治原さんこんばんは。今日は文面だけなので少し気が楽です。我々は大学生ですが趣味程度にスポーツに関する YouTube やってます。よかったら覗いてください。しかし先日は視聴者代表として戦いましたが、代表なのに高木さん、腹蹴りさん、まかないさん、パイパンさんなど常連視聴者。パイパンさんやめろお前パイシューティングさんだわ。もう後の文章どうでもいいわ。読んでみたらお前ほんま素敵やんって。なんでしんすけさん好きなんだお前。あんまり知らないっつってただろ。私とシブリンさん2440円。コケコッコアマルルプラグポロンで日本語喋れよお前誰が鳥の言葉喋って言ってたんだお前。本家のにわかスポーツさん2440円。さっきは不適切な発言して大変申し訳ありませんでした。無意識でやってしまいました。次はパイパンって発言しないように気をつけたいと思ってるやつか書いてんだろ今お前。オラサメさん2001円。初スパチャです。大丈夫かな、ちゃんと届いてるかな。まあいいか。なんでだよなんで2000円ドブに捨ててもいいんだお前。ニンジンちゃんの家さん6100円でノーコメント。やめろはっきり聞き取らせようとさせんな。MH さん2440円でしばくぞ。なんでだよなんで1日頑張ってお前10時手前でしばかれなきゃいけねえんだお前。俺パイシューティングさん2000円。本川さん、俺パイパンです。うるせえお前名前の話してんだよ、状態の話してねえんだこっちは。お前タイミングの悪いお姉さん2440円。私のアイコンずっと後ろ向いてるからそろそろ横向いた方がいい。正面は DM する。何もいらねえわなんで気になってると思ったんだ俺が。カオリンゴさん2440円。おやすみタケノコの里さん。どこにチョコついてんだよチョコに見えてんのか上半分俺。そらまめさん2440円。息子と見ながら息子の皮の剥き方を教えてます。剥いたら宇治原出てきて気持ち悪いよお前ネギストレートさん2440円。おしゃれな名前のネギが通りますよと。どこかだよなんでまっすぐなネギがおしゃれに見えんだお前。ニンジンちゃんの家さん12000円でノーコメント。関係ねえよやめろノーコメントお前。チャイニーズさん2022円。新一の唇歯を好きって言えなんで最後だけ中国語だお前。ティーちゃんさん2440円。宇治原久しぶり。チケット買ってないけど新しいパンツ買ったよ。パンツで締めるぞお前締めづらいのに。バルバルさん2440円。今年26歳、男、金まあまあ持ってます。待ってますって書いたんじゃねえか全国の26歳じゃねえかほとんどの。コウキコウキさん2440円。あちきいるよ。おばあちゃんの私の言い方じゃねえかお前カオリンゴさん2440円。キノコかタケノコか決めたら負けだと思う。何の思想だそれめんどくせえ。カママカマさん2440円。久々の大会や。やっぱこの時間が地元って感じする。わけわかんねえぞ何言ってんのか。激アツ玉袋さん2440円。宇治の乳輪つぶつぶどこで見たんだよでなんでつぶつぶであるかのような返答してんだ俺。
バルバルさん2440円、パピプペポッポコポー、なんだそれ。対象年齢いくつだこれ。ピンゴリラ先輩さん2000円で、これなんだこれ。サタデーナイトフィーバーみたいなの送ってくんなお前、金曜日に。激アツ玉袋さん2440円、宇治の乳輪ブツブツ、何回言うんだ。なんだ激アツ玉袋って、真っ赤なのかお前。二階堂じいさん2000円、この前女の子と飲んでいたのですが、何食べる、好きなの頼みなよって言ったら、カツオ食べたいって言われました。イタリア語でカツオっていうとチンチンになるので、これって何かのサインですよ。カツオだよ。お前知識を悪い方向に生かすな。おっとりんさん2440円、初スパチャもできてステッカーも送れて幸せ、ありがとうございます。宇治原さんのなんでだよが大好きです。なんでだよ。なんだこの変なファンサービス。ロバキーマルさん2440円、いやなんかさ、今日も一日で数百万稼いで帰ったら、可愛い嫁と可愛い子供たちが超笑顔で出迎えてくれて、その後には子供と飯食って一緒にはしゃぎながら風呂入って、嫁と今日あった出来事を楽しく飲みながら話して、なんかさ、本当にクソつまんねえなって思ってさ、どうしてだよ。違う人が喋ってんのか後半。バイシューティングさん2000円、世の中なくなっていいものと悪いものがあると思うんだけど、その大切さって、なくなってから大体気づくんだよな。あ、これ、血毛の話だ。うるせえ、お前。引っこ抜き切るぞ、お前。ケツの花さん2440円、ザライブ当日は俺も入場曲使って入場したいんだけど、俺の入場の時はマツケンサンバをかけてほしいんだ。全裸で両足、もうダメだよ。出てけ、お前。MK さん2000円、でんぐり返ししまくりながら見てまー、落ち着け、お前。広いところだからみんな、お前。二階堂じいさん2000円、うじ、これ以上物価が上がり続けていろんなものの値上げが続くとさ、俺たちの方が値を上げちゃうよね。今までありがとうございましただよ。こんな後味悪い別れが来ると思わなかったよお前、二度と来るなよ。バルバルさん2440円、やっぱさ夜9時だよな。いやー、やっぱ夜9時だよな。夜9時、夜9時って、いやーやっぱ夜9時だよな。どうしたんだよ。夜9時の会代表の方かお前。もっちののさん2000円、宇治原最近馬じゃなくてヤギに見えてきて、いつ噛み食ってたんだよ。ゆきちゃんさん12000円、ずっと YouTube で宇治さん見てて、どうしてもお金投げたかったのに忙しくて配信来れたことなくて、今コロナで自宅療養中で初めて生配信見れました。死ぬ、世界中駆け回ってるキャリアウーマンかお前。そんなにないか時間が、お前。まるまるさんおじさん2440円、 G カップです。聞いてねえわ。二階堂じいさん2000円、朝日生ビール、それはお店で愛され続けてきたまろやかな旨味。日本の皆さん、お疲れ生です。お酒とアナルは20歳になってから二度と来るなよ。お前は20歳に二度と来るなよ。二階堂じいさん2000円、チンコ立つ、君とつながってたい、もしあの向こうに入れる穴があるなら愛し合う二人、幸せの空、隣同士あなたの股間はバカンコーン。大暴れじゃねえか。二階堂じじ大暴れじゃねえか、出てけよお前。キムチ牛丼飲み物さん2440円、ザライブは飲食の持ち込みやか、可能なら北京ダック持って、北京ダックってぶん殴るぞてめえ。サナショさん2440円、階段は何段目が好きですか。ねえや。なんなら階段嫌いだわ全段。サナショさん2440円、本当に下心とかないんですけど、好きな食器用洗剤何ですか。ねえな。答えたいぐらいだわ。本館のニアカスポーツさんの120円、これなんだお前。なんで余すことなく使いたいんだお前。大海賊団さん2000円、うじやっと折り見つかった、いつから本開いてたんだよ。バルバルさん2440円、なんかもうコメントの質とかより金投げることが快感になってきてます。まずいぞ。綺麗じゃねえぞもうこれ、大丈夫か。
GG チャンネル。もう一言だわ。うん、チャンネル登録外して出てけ。出てけ出てけ。来んなよ、二度と。